こんにちは、春風ツアーです。今回は山口宇部空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発は9月です。山口宇部空港を18時50分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の21時23分に到着いたします。直行便というのは運航しておりませんので、日本国内では羽田を経由します。羽田空港を出発後はバンクーバーに到着し、ここで航空機を乗り換えます。そしてエドモントンという町に向かいます。ここでもう一度航空機を乗り換えてイエローナイフへと向かいます。9月というのはお休みもあって比較的ご予約が混んでくるシーズンです。お問い合わせやご予約はお早めにされることをお勧めいたします。イエローナイフでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでも私どもまでお気軽にお尋ねください。それから航空機のお時間というのは予告なく変更になる場合がございます。今回は9月出発の山口宇部空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。